日本発では出てこない北某国が日本の選挙にも介入。北朝鮮がソーシャルメディアの世論操作を通して他国の選挙に介入していたことが9月27日までに分かった。米国のラジオ放送ボイス・オブ・アメリカは27日、英国オックスフォード大学が公開した報告書。世界の虚偽情報秩序。 2019年組織的ソーシャルメディア捜査目録を引用し、北朝鮮は自らの政権を擁護しつつ相手方、他国、を誹謗し、虚偽情報の拡散にも介入しているとして以下の通り伝えた。オックスフォード大学が2019年までの10年間、世界約70カ国を対象に行った調査によると、 北朝鮮は3以上の国家機関を通して各国のソーシャルメディア世論操作に介入していることが判明した。およそ200人規模の常設世論操作部隊もあると言われている。この部隊は、主にハッキングしたアカウントを通して活動していると推定されている。オックスフォード大学はこれをもとに、 北朝鮮を親密政権の宣伝活動や他国に対する攻撃に力を注いでいる国に分類した。同大学は、北朝鮮が具体的にどの国への攻撃に力を注いでいるかは明らかにしなかったが、韓国や米国、日本などが含まれる可能性が高いと推定される。オックスフォード大学の研究人は北朝鮮について、米国、ロシア、 中国などサイバー面で高い力量を持つ国には劣るものの他国の選挙機関などには積極的にソーシャルメディアで世論操作に関与していると評したなお韓国は最下位の力量の国に分類された各国のサイバー部隊が最も多く活動しているソーシャルメディアは Facebook だった中国はこれまで 中国版 Twitter、ウェイボーなど中国国内のソーシャルメディア中心の世論操作活動を繰り広げてきたが、最近は地域での影響力拡大のため海外のソーシャルメディアサービスにも目を向け始めた、とボイス、オブ、アメリカは報じた。ここまで韓国最大公読数を持つ保守系とされる朝鮮日報からの引用だ。日本メディアは報じたがらない。 日本メディア界は祖国の安全保障を維持するためのインテリジェンス活動を報道の自由を束縛するとして、認めたがらないから報道として触れない。インテリジェンス、ザック・バランに言えばスパイ活動は防衛の根幹であり最前線でもあるのだ。それだけに各国ともすっとぼける戦術戦略でもある。知る権利ごときの権限で見境なく暴いていいものではない。 心ある国民はそれを承知の上だが、普段でも微妙におかしな日本語、頻繁な安倍側、左翼の憂鬱な活動。例えば関西生ン、日教祖、新日本婦人の会、日本婦人団体連合会、元水協、など、どこぞの大弁とは決まえておこう。